本日は光る君へ第24話の徹底解説をお届けいたします。こちらのチャンネルドラマ解説チャンネルでございますので基本的には私が気になったことを話していくそして皆さんにそれをお伝えしていくことでですね解釈を深めていただくという動画になっております。またドラマはポジティブ一辺倒で楽しんでおりますのでそこのところよろしくお願いいたします。 また歴史の説明に関しましては故意的に省略している部分がございますのでその知識の上でエンタメの解説をさせていただいております、まあ、そこはいい意味で歴史系 YouTuber の皆様の動画と共存できるかなと思いますのでそういうふうにお楽しみいただければと思います またこのドラマはですね、ドラマの解釈に幅があるストーリーの理解した上でですね、表情一つ取っても視聴者によって解釈が異なるっていうのを意図的に演出しているっぽいドラマでございますのでその辺、皆さんと私の解釈が異なってもなるほどっていう風にニヤニヤしながら楽しむぐらいでよろしいかなという風に思っております。 それでは早速話入っていければと思いますけれどもあの今週はですねちょっと金曜日土曜日とお休みいただいてお休みというかあの会社の仕事を休んだ上でディズニーに行っていたので予習解説を出さなかったので、まあ、徹底解説しかも超多分火曜日にアップしていると思うんですけれども、えっと、ちょっとまあそれがなかったですけれども、えー、普段予習解説ご覧いただいている方もですね、まあ、楽しんでいただければというふうに思いますとあ,あとですねすいません今日このクリッカーが <laughs> あの充電切れちゃってで今ちょっとこの時間しか収録できないのでここでパソコンで指をカシャカシャ動かしながらやるのでたまに視線がこっちに行くのはお許しいただければと思いますあとマイクの位置をちょっと今日胸元で実験的にやるのでもしお聞き苦しかったら申し訳ございませんという感じでございますはいではまずですねストーリーの解釈からお話し進めていければと思いますけれどもまずは越前の映画の私的にここをこういうふうに楽しんでるってところでございますけれども。 その前にですね今回の第24話のタイトルは「忘れ得ぬ人」というタイトルとなっておりましたでですね、まあ、これは大河ドラマ特に鎌倉殿の13人がそうだったんですけどもタイトルが1つ2つの意味詰まるところ、まあ、2つの意味だとダブルミーニング3つ以上だとマルチミーニングと、まあ、いうふうに言いますけれども複数の意味を持ち合わせていること今年の光る記名でも時折ございます で今回それがですね、まあ、顕著に出ていたなというふうに思いましてざっと考えるだけでもですねまず真宙にとっての道長っていうのはやはり忘れられない人、まあ、これは要は信孝にそれを見透かされておりましたけれども、まあ、そうでございますよとで道長も月を見てぼーっとしている部分っていうのがありましたのでこのドラマは月は相手を思う象徴でございますのでやはり道長いまだに真宙のことは忘れ得ぬ人であるとでここはちょっとまた後ほど解説しますけれども私は常民は真宙のことを ガチで好きだったというふうに思っておりますので民あとはもうこれはずっとですけれども一応天皇にとっての貞子も忘れぬ人だったので今回久々の再会という形だったんじゃないかなというふうに思いましたはいその上でまあストーリーの解釈なんですけれども、まあ、前回の最後に信孝が真宙にプロポーズをいたしましたのでまあそれで史実としてね えー、この信孝と、まえー、紫式部は結婚するわけでございますよと。なんですけれどもあれだけ道長と大恋愛をしてきて前回今回とまあ常民が出てきてという中において年がすごく離れた信孝と結婚するというところにドラマとして。 どう説得力を持たせるのかなっていうところ持たせられるだろうとは私は思ってましたけど今年の「大河ドラマ」脚本素晴らしいのでどういうアプローチで我々視聴者に道長でもなく常民でもなく信孝と結婚するって納得させてくれるんだろうってめちゃめちゃ楽しみにしてたんですよそしたらそのまあ答えが見事でしたねまあ信孝がですねまずね真宙が「私はこういう人」っていうふうに言っていことに対して。 自分が思う自分だけが自分ではないありのままのお前を丸ごと引き受けるというふうに言いましたまあ大人の余裕的な部分がありますよねでまたですね真宙自身もこのように自分が思う自分だけが自分ではないと信孝に言われた上で父親である為時に対してですねこんなことを言ったんですね道長様とは向かい合いすぎて求め合いすぎて苦しゅうございましたとでそれに対して ね、あの真宙、まあ、この後のセリフのところでしたけれども、まあ、信孝とだったらそこのところが生活という上で、えー、楽なのではないかというふうに言ったわけでございます。もちろんまあ結婚男女の結婚ではあるのでもろもろの男女の中でもろもろのもろもろっていうのはもちろん存在するわけではえございますけれども、まあ、嫌いな人とはね結婚はしたくないと、まあ、この真宙の,のドラマの中でのパーソナリティとしてはあるけれども。 まあると、まあ、恋は芽生えないかもしれないけれども愛はないもと前愛はあるかなみたいな多分そういう判断基準っていうのがあったと思うんですよねなのでそこがすごくうまかったなというふうに思いました「忘れ得ぬ人」というタイトルの上で道長のことは忘れられないでも信孝はそれすら分かっていると。 で常民に関してはまあちょっとやめといた方がいいんじゃねっていうのがまあ信孝のまあ意図ではあるので、まあ、常民はそれでいいとしつつでございますけれども道長ではなく信孝っていうところこれ非常に、えー、説得力がある形だったなというふうに思いました恋ではなくて愛を取ったというところでございますねはいで信孝の言葉を見受けて結果的に真宙やっぱり月見てるんですよね で道長様には私はどう見えていたんだろうという心の声ナレーションでえ言っておりましたやはり月を見て相手を思う言うならば道長のことを今でも心のどこかで思っているもう一緒にはなれないっていうのはお互いそれは分かっていることではありますけれどもでもその気持ちっていうのは心のどこかにはあるとでこれがたうんまあそうだねい今で考えるとこれで結婚するのはど,どうなんていうまあ今のこの 令和の感覚値としてはありますけれどもただドラマの中においてはですね信孝自身がそれでありのままの真広を受け入れるとで信孝も別にもともと結婚している中において真広とも結婚するっていうわけでございますので今でいうその要は一人と一人が結婚するっていう形とはまあ違うのでそうするとある種信孝と真広っていうのは利害が一致しているという形でもございますのでその辺非常にドラマを見ていてなんで信孝行っちゃうのちょっと乱暴な脚本じゃねというふうに 思わなかったところ見事だなというふうに思いましたね。はい、であとですね、道長やっぱりまだマヒロのことを思っているなというふうに思いました。これねあのうまいなと思うのが道長って結構ぼ棒と月を見たりとかマヒロのことを考えている時って二人いる奥さんともことアキコのうちだいたいそこにこう出てくるのってともこなんですよ。で今回もそこに声をかけるともこなんですけれどもともこは表情一つ変えないポーカーフェイスな部分っていうのがありますけれども。 今回もですね、月を見てぼーっと見ている夫である道長に対して声をかけました。まあまあ、そのね、お姉ちゃんである秋子が、あの、ちょっと… 体調悪いっってて呼んでるっていうのもありますので声かけましたけれどもともこはあそこで何考えてるのかは分かりませんけれども多分違う女のことを考えてるんだろうな物思いにふけてんだろうなぐらいのことはともこだったら察していたんじゃないかなっていうのが私の解釈ですよね、まあ、だから何言ったわけじゃないですけど現時点でともこはそれが真広であるってことは分かっていないと思いますし、まあ、今後そこでいざこざが起きるかどうかもまあ分かりませんけれども、まあ、そんなところですよね。でそれに対して、あのー、結構 うま,いこれまたうまい線引きというか恋模様を描いてきたなって思ったのが常民と真宙のところでございますね。常民はですをですね真宙は拒否いたしました、まあ、キスされようとしたらストップっていうふうにやっておりました。でそれに対して真宙はねあなたは違うことを考えていると、まあ、要は自分を利用としているってことぐらい真宙はね頭がいいので。 それぐらいは分かるわけでございましてあなたは違うことを考えているこれはもう事実ですよね事実なんですけれどもまず私の解釈として常民は宋、まあの交易、まあ、をね交易、えー、ルートを開拓するために真広を利用しようとしたこれは事実ですしかし利用しようとする言うならばスパイ行為ハニートラップを仕掛けようとする中において本当に好きになっちゃったっていうのが私の解釈でございましてなので あなたは違うことを考えているっていうのは、佐大臣に手紙を書いてほしいっていうふうに抱きしめているけれども、私を好きではないではなさそうなんですよね。要は、常民が真広に対してねあの好いているっていうふうに抱きしめておりましたけれども、あれは多分事実ではないかなというふうに思います。だけれども、頭の中では真広のことは好きだけれども、それは、 ハニートラップスパイ行為をしようとする過程において好きになっちゃったっていうその前代会があるので真宙、まあ、からすると要は道長にね100%抱きしめられたあのギューッと抱きしめられるね廃屋での,あの空き家でのねシーンもあり、まあ、我々も記憶してますよね。あれがあるからこそまあちょっとでもそのね頭の片隅で違うことを考えてたらな分かるわっていう風な感じだったんだろうなっていう風に思いますよね。 その道長のギューってのがあったので城民のそれなんかちげえなっていうのも説得力ある脚本になっていたなというふうに思いましたまだまだ越前編ございますねそれに対してその今私が解説した城民のスパイ行為をする佐大臣に手紙を書いてもらって公益ルートを開拓するっていう目的の,のために手段として真広にハニートラップを仕掛けている これはしかしもろもろのそのジリーレンの表情とか多分一人でいる時に物思いをふけているところとかジュレンツォン結構人を見る目がありますのでその辺多分ですね見透かしていたんじゃないかなというふうに思います。だからこそジュレンツォンはその真昼にハニートラップを仕掛けられなかったとえ言った常民に対してお前の心の中からは消え去ると良いなっていう言葉をかけたわけでございます。 NHK の公式ホームページ光る君への公式ホームページの方にはですね常民を演じる松下洸平さんがそれの解釈は視聴者にねの託すっていうことを、えー、おっしゃっておりますけれども私としては「お前の心の中から消え去ると良いな」というこのセリフによってですねこれも別にほら本人のセリフじゃないよ常民本人のセリフじゃないけれどもリーダー格であるジュレンソンもそんなことを言っているわけでございますのでやはり常民の「好いている」というあの言葉というのは事実であると。 しかし頭の片隅には左大臣に手紙を書いてほしいっていう目的もありますので、まあ、ヒロにはそれを見破られたって形かなというふうに解釈をしております。はい、で次まるが結婚しない理由ここ今回の一番の感動ポイントでもありましたよね。まあ、それこそですね今回ね来やすくねあの死ぬとか言わないでっていうふうに 真広は常民に言っていましたけれども、乙丸はずっと真広の母の死について引きずっている罪悪感を持っていたわけなんですよね。どうしても我々視聴者っていうのは当然主人公は真広であるので、真広自身が自分の母が目の前で殺されたっていうショッキングな幼少期のそれがあるっていうのを、まあ,あの時の映像っていうのはそこを記憶しているわけですけれども、乙丸視点に立てば目の前にいるのに身代わりにすら自分はなれなかった。 守ってあげることができなかったっていう罪悪感を持っていると。で、そういう風になると、今度おとまるからすると、同じことが起きるなんてことはあってはいけないと。だから真広がそれこそ、ま京、あ、にいるとき、何なら道長と最初に会うあ,たあのもう、まだ直秀がいたあの辺の、 話の時に結構おとまるがおせっかいぐらいな感じで姫様ってこうくっついていくって感じありましたけれどもそれは姫様である真ロに何かがあったら大変だというふうに思っているからこそそういう行動に出ていったっていうのも我々としてはフラッシュバックできるわけでございますよね。せめて姫様だけお守りしようと誓いましたって形なのでおとまるの,の結婚しない理由っていうのは非常に感動的だったなというふうに思います。そして今回沢さんの死が しれっと盛りり込まれてまいりまていたみでのまあ報告でありましたので必ずしもここで要は別に来週ねものの1分のシーンだから来週でも先週でもどこでも入れられるシーンではあったと思うんですよ編集で時間調整なんてそれぐらいできますしかしこの24話のここで入れてきたのはその人の死というものを真宙が目の前でしかもね、まあ、親友みたいな形で 色々あったけども仲良くなった沙和さんの死というのをに直面することによってまあ自分の母が死んだ時も尚秀が死んだ時もそうですけれどもやっぱり人間いつ死ぬかわからないっていうふうになった時にまあそれも信孝と一回一緒になってそしてまあ子供を授かりれるなら授かり産みそして自分の人生を次のステップに進めようという説得材料にここでこの死を入れてくることによって。 なるわけななんですよねなので文一枚なのでどこでも入れられるそのシーンをここに入れてきたっていうのはめちゃめちちゃゃうううままいいいなというふうに思いましたね <laughs> こ,れこれ別に何かどうってわけじゃないですけど真宙の結婚に驚くため時っていうのも非常に面白かった面白かったっていうか絶妙な塩梅の、えー、リアクションをしていたなというふうに思いましたね。要は いやでははななない、いいノーとは言わないけどさあっていう回答なんですよ、ねあのー、私まだ38歳ですので,すので私には結婚するようなあの娘がいるわけではありませんけれどもどうなんですかね、あのー、要はさ、まま、ちょっと昔の平成,平成昭和とかでいくとほら俗に言う「お前なんかにうちの娘はやらん」みたいなよくあるじゃないですか典型的なそれっていうのは。 それって確かに大切な娘をどこの馬の骨かもわからない男にはやらんっていうのは事実なんだけれどもじゃあそれで「はいわかりました」って去って行っちゃったらその男いやいやそ,そういうわけじゃないんだよっていう多分あれじゃないですか。なので「ノー、no、じゃないけど」「ノーじゃないけどためときなの」みたいな感じの,この絶妙なこの何て言うんだろうな。 そのお父さんとして複雑な部分、まあ、確かにお前はも,もう結婚適齢期はちょっと過ぎて独身当時当時って意味ね適齢期は過ぎて独身だからまあ結婚した方がいいんだけどもう豚がーみたいな感じのっていうのがあのちょっとコミカルで腰もやっちゃうっていうところを含めてこれまた絶妙な演出になっていたなというのが私の考えでございます。 はい、それでは今日側に、まあ、ちょっと今道長の話はしちゃいましたけれども今日側の話に移れればと思いますけれどもまずですね道長の智子とあき子それぞれへの対応というのが結構分かりやすくなってきたなというふうに思います。と智子はまあ、えー、北の方第一奥さんでございますのでまあ基本的には一緒に生活している形でございます。 一方のアキコは首相でございますので道長は通う先でございます。でですねそうなった時にともことはやっておりますよなんですけれども結構ですねちょっと愚痴を言いたくなったりとか弱い部分を見せるというふうになるとですねその相手はアキコだなっていう風にここ数は思うようになってまいりました。実際秋子が ななんんんかかしてるんですよねなんか全部を見透かしてるかのように道長も多分それは分かっていてその上でですねこうなんていうのせせこましくこう,こういう悩みがあるのに対してその解決策を明示してくるんじゃなくてその悩みを受け止めてくれるっていうような形我々もあるじゃないですか愚痴を聞いてほしいって言った時にさ愚痴るんだけどそれに対して例えばじゃあなんか仕事がうまくいかなくてさって言った時に 仕事がうまくいかない解決法を聞きたいわけから愚痴るわけじゃないわけなんですよね。そうなんだって受け止めてほしいわけじゃないそういうことってあるじゃないですか。なのでなんかそこがアキコの包容力感っていうのは道長は感じてるのかなというふうに思いました。で一方でと子にじゃあその喪失スキルがないのかっていうとと子はまあ頭キレキレなので。 そういった意味の解決手段が欲しい時に関して、まあ、それこそほら一条天皇と貞子ではない、まあ、別の女性が受代した時の、まあ、先週の笛とほら琴のあのシーンとかの提案っていうのも智子だったのでそういう答えを欲しい時っていうのは智子に言ってるんですよね一方の弱い自分のそのざわざわする心を受け止めてほしい時に明子に言っているっていうところなんでこれだからうまいですよね。別にだからトモコを軽視してるわけではない はい、そしてですね、まあ、言われてみれば私もシナリオガイド事前読んでましたけれどもあらすじをね、あのー、確かになと思ったのが諸、まあ、徳の辺その高家が弓放ってで火山人が、えー、ちょっと狙われたでそこから結局失、ね、脚、あのー、するに至ったっていう話なわけでございますけれどもコレチカと高家がねこれに対して確かに高家は今回の話にあった通り 矢は言ったけれども相手を殺すんじゃなくてそれこそそのもうあの牛者に対してあの放って威嚇しただけなんですよねいたずらしただけなんですよ。なんだけれども藤原忠信はカザインが殺されそうになったみたいな感じでちょっと持ったんですよね。でそれに対してその一件を収めたってことでこれちか若干のあごめんなさい忠信若干の出世もしている形なのでその忠信の,のまあ 持っただけですよ嘘はまあ、嘘なんだけども持ったっていう行為に対してなんだかなって形で今回いろいろと話が動く形になりましたで実際、えー、道長は明子に対して誰をも味方にできるような器がなければっていうふうに言っておりましたねこの辺はやっぱり道長の、まあ、権力者としての、まあ、ここからまだもうちょっとステップアップしていくよアップグレードしアップデートしていくよっていうところを、えー、の宣言みたいなセリフですよね。っていう中においてみんないろいろ考えてるわけですよ。 みんないろいろ考えるわけでしょ越前岩含めてそんな中一切反省していないお土産持ってきたフ藤ラの高い家いいですねやっぱりもうねこれはあのみんな言ってますけれどももともとこの流星亮さんこれ急遽このキャスティングになったんですよ何があったかはググってくださいもともとこちらの役をやる俳優さんがあることがあり交番してしまいましたので急遽キャスティングされたわけですよ。 急遽キャスティングされましたけれどもいやこの何て言うんだろうなクズ <laughs> クズを演じさせるともう最高ですねクズって言ってもなん,なんだからこの反省しないクズこれはもうほら結局ね NHK で言ったらねあの連続テレビ小説の「ちむどんどん」もそうでしたけども2位にねもうね竜星涼さんこの、ね、クズ役が多いんで本人も言ってるからねなん,かなんかそういう役ばっか最近来るんですよねみたいな感じで「ビバンも言うならね最後の最後にやらかしてましたので。 まあいいっすよね流星亮さんのこの一切反省してない流星亮さんの子が言っちゃった高いよね反省してない感じ嫌いじゃないですよだってこれからまだね歴史に名を残す人物ではございますからねはいであと,、えー、と一応天皇が結果的にあのもうとにかく貞子貞子っていうふうに、えー、なってしまっているわけでございますけれどもその帝の求心力低下帝が好き勝手にやるっていうことは 左大臣であるまあ、道長が帝をコントロールできないっていうことにもつながりますのでその手腕が鈍ることに繋がるんですよねなので今回は帝が貞子を呼び戻すっていう一条天皇が貞子を呼び戻すっていう風にまあ言ったことっていうのはこれはそれに対してああそうですかと改めて代理にそれを入れるなんてことは到底容認できないわけでございますなのでまあ苦肉の策として しししきみの蔵子にに貞をを移してそこにミヤ、えー、帝が通ううという形をりましたでもそういうふうになるとそのちょっとの距離でもね、あのー、お月の人たちが帝をさ、ね、あの運ぶっていう形を、まあ、実際映像でもやっておりましたけれどもそれがあまりに頻繁になってしまってナレーションでもあった通り祭り事側がお,おざなりになってしまってなおざりになってしまっているという形でございました。はい で、じゃあこのシーンが全てなんかダメなのかっていうとそうでもなくて清少ゴンからすると2人が再会できて感謝されて感無量だったっていうところでやっぱ人によって一つの事象っていうのの捉え方っていうのも変わってくるようなっていうのが面白いところですよね。でまあでもそれ以降、まあ、来週にかけてその話続いていくんですけれども政務がなおだりになっていきますのでちょっとねって感じですよね。だから実助がすごく明快に分かりやすく表現しておりましたけれども「前代未聞空前絶後世に試しなし」と。 いう形でですねまさにというような感じになっておりました。はいという形で解釈としては私はまあその辺を気になったわけでございますけれども、まあ、今回も「演技皆さん非常に良かったですよね真宙」なんですけれども非常に、まあ、演技というか「真宙」という、まあ、人物論になっちゃうんですけども今回すごくこう未来に目と足を向けた形になっていたなと思ってまして過去である。 道長というものをまだ気持ちは残ってる気持ちは残ってるけれどもそれを糧にして、まあ、要は道長と結婚できないなら誰とも結婚しないみたいなそれは今回もなくなったわけですよね。で常民といい感じになったけれども、まあ、ある種恋は盲目の盲目にならず恋に踏み込まずまあ常民が確かに自分のことは好きかもしれないけれどもだけれども まあちょっと違うよねっていうところをちゃんと、えー、察知しておりましたので現代に惑わされずそして、えー、信孝の言っていたですね、まあ、言葉ね、あのー、を全部受け入れて未来を見,見据えていたって形なのでこれまた非常に素晴らしいなというふうに思いましたよと。 はい、そして道長は、えー、バランス取りに苦慮するこれ先ほど言った通りですけども愚痴吐きはあきこ行きになっていたっていうところでこの辺その人によって、えー、人によって態度を変えるって言葉なんか悪口に聞かれますけれども道長は人によって態度が変わっちゃうっていうところが、まあ、特に知子とあきこに関しては見える部分でしたよね。で常民の考えっていうのは私さっき言った通おり、まあ、常民は真広のことを。 ハニートラップをかけようとしたら本当に好きになっちゃったっていうのが私の解釈ではございますけれども、まあ、松下洸平さんがインタビューで言っている通おり、まあ、そこの解釈は視聴者に委ねられているので違う意見もあるかもですしそこのミステリアス感っていうのはやっぱり松下平さんがが演じるることにによよっってててそれが増してい,るのでいいなっていうふうに思いいのでなう思ますよねで。相変わらず表情が読めないとも子心で何を考えてるかわからない不気味さっていうのはありアキ子は余裕が出てくる感じになってますよね。 っていう感じでいろいろな人がいろんなことを考えてるけれども繰り返しになりますけれどももう陽キャで浮いている藤原の高い家私はこういうの嫌いじゃないですよはいで。で音丸のこのまっすぐな感じこれも先ほど解説したので短めにはいたしますけれどもまあ感動的な形でございましたよねで。で一条天皇がごめうまいキャスティングだなー塩しよ秋久さんをキャスティングしたのが結果的には完璧に機能しているなと思っていて一条天皇の今回その。 やったこと貞子をね四季の御曹司に、まあ、呼んで、まあ、まあそれ決めたのは別に一条天皇じゃないけど呼び戻したいっていうのに対してそれがまあ答えになったわけじゃないですか。で何回も通う千馬を千馬なおざりになり一条天皇ど,どうす今回の一条天皇どうすかお前仕事しろよっていう感じじゃないですか。なんだけどこの昭久さんが麗しく演じているので何だろう、ね 嫌味ののない感じ <laughs> に見えるのでなんかこれが絶妙だなと思いましただからなんかあの表情だけじゃなくてねビジュアルだけじゃなくて一つ一つのその対応というかねあのもうそう決めたっていう宣言含めてなんか上品さがあるとこれだからさ火山天皇のさ本郷か田さんがね本郷か田さんという演技を持ってして本郷か田さんって見た目はうるわしいじゃないですかイケメンさんじゃないですか。 だけど多分これほら仮にですよ仮に崋山天皇の人格で今回のことが起きたら「貞子も戻すな貞子戻すな」みたいな感じに多分なるといいから戻せみたいな感じに多分なると思うのでそうじゃない一条天皇っていうのはやっぱりあの上手いですよねだからね逆にだから崋山天皇がそんな感じだったから余計対比っぽくも出るって感じですよね。 で複雑な心境のためのときは、まあ、先ほど話した通り、お父さんとして、いやいや、娘の結婚は悪いことじゃないし、私的歴、家的歴すぎてるけど、いやで、でーみたいな、自分の友達と結婚すんのみたいな感じのところは、まあ、複雑ではあるかなってところですよね、はい。じゃあ次、クレジットに関してですね、えー、大河ドラマのクレジットはですね、トップ、中盤、止めと、まあ、分かれておりまして、今回このような感じでございましたよと。 まあ基本的には今まで登場している人物たちがまあ中心ではありますけれどもやはり松下光平さんが出てきてからこの中盤の最後にいるんですけれども基本トップは真広と道長と関係が深い人物何かしらの血がつながっている人物たちが中心で中盤はその他の重要人物という形でございますけれどもまあ安倍晴晃が一番上というのは分かりますけれどもでまあ一女天皇のがここで分かりますけれどもやっぱ常民が中盤の最後っていうのは。 これはやはり非常に重要なパズルのピースであるっていうことを制作側が宣言しているようなものです、ね、まあ、しかも松下光平さんキャスティングされてるしねで実際問題として真広と常民は結ばれませんでしたもうここから結ばれないですよね結ばれなかったけれどもけれどもねけれども今回信高と結婚するっていうアシストをしたのはなんなら常民ですからね 道長のことを振り返ってそれを受け入れるって信孝言ったけれども合わせてちょっとなびこうとしていた真宙を冷静にさせたのも信孝じゃないですかあの総人はやめときっていうふうに言ったのがねだからそのパズルのピースというか上民の、まあ、ハニートラップをかけようとしたことも見破られるっていうのがあったからこそ常民やっぱりちょっとなんか違うことを考えてたっていうふうに真宙はなってるわけじゃないですかでそれを事前にもうあいつはやめとけって言ったのは信孝じゃないですか,か信孝に対する信頼性が増すんですよね。 って形で言葉悪いですけどめっちゃスパイス聞いてるんですよスパイス要因として最高だったなっていうふうに思いましたねはいでトめはいつも通りですねあのもうここに来てわかるじゃないですか要はもともとトめってこの佐々木蔵之さん演じる信高と岸谷に五郎さん演じるタメとあとダンタヤスさんが演じていた金家この3人がトめだったんですよ今まで入ってる人物ってで道長のお父さんがダンタヤスさん演じる金家だったじゃないですかで真広のお父さんが岸谷に五郎さん演じるタメなです だから主人公と準主人公の2人のお父さんがここなのは分かるんですかで合わせて真宙の夫である夫になるっていうかもうほぼなったっていう形なので信孝がここである佐々木浩之介さんがここであるっていうのも非常に分かりやすいというふうにここにきついに説得力を持ったという感じですね、はい。今週はこんな感じかなというふうに思いますけれども、はい、来週のタイトルは「決意」というタイトルとなっておりまして。 まあもう画像の通りでございますよね。まひ、あ、ろと信孝でございますのでまあこの2人が、えー、来週ね、えー、未来を見据えてより、えー、話をしていくという形になります。来週のシナリオ読んだけど面白いですよ。信孝のね単純に夫としての信孝じゃなくてやっぱ今までの信孝の言うのはちょっとお調子者な部分含めて聞いてきますよ来週は。結構いいい感じにななりまますすめめちゃめちちゃゃ楽しいですだから来週かから越前編ととははたちょっと話は変わるのかな シナリオ読んでますけど、ね、私読んでますけれどもちょっとまた一前編という名前じゃなくなるのかもしれないですけれども来週からも楽しい回が続いていくんじゃないかなというふうに思います。ははい、本日は以上となります。 えそのこの他にもですねえストーリーの復習解説や物語,物語の復習解説や俳優名で解説などさまざまな動画をアップしていきますのでぜひ皆様ご覧いただければと思います。またあの先週そのディズニーシーのファンタジースプリングスに行ってまいりましたので Vlog 的なものですけれどもアップしていければと思いますしあとですねまあこういうがっつりとした解説ではなくてあの普通にあのデスクに座りながらちょっとくっちゃべるだけのエンタメトークとか YouTube ライブとか。 ちょっとそういう準備の敷居を下げることによって逆に楽しい動画っていうのも今後増やしていければなと思いますので、ぜひ視聴者の皆様とともに楽しい時間を作っていければと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。本日は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。